え、マジで行っていいの？イカホーンズ。行こうよ、自由なの。いや、無理だ、決まりないんだから。行きたいだろ、イカホーンズ。ピンクの草履いてる人見つけよう。それでなんか甘いもんこう。30手前でこんな仲いいって不思議だよね。行きますよ。始まるよ。え、ちょっと行っていい？いや、で自身に変わる。下がる。おやじ、お疲れ様です。おはようございます。あの、さっき実はあのメールしたのが、あの YouTube で築地らへんにいて朝ごはん食べようと思って町に聞いたら、なんか美味しいごはん屋さん知ってるかなと思ってメールしたんですよ。なんですけど、なんか声かけてくださったあの海鮮丼屋さんに結局入っちゃって。おお、そうだったんだ。はい、で、あの、なんで、あの、一回ジェシーに変わりますね。はいはい、お疲れ様でございます。はい、ジェシーです。舞台じゃないの？はい、あの、ちょうど東京公演、昨日千秋楽無事迎えられて、はい、次、ありがとうございます。名古屋と大阪があるので、ぜひもし時間があれば。頑張ってな。ありがとうございます。そしてあれなんですけど、朝からビール飲ませていただいてます。いいじゃない。いつ誘ってくれるんですか、飲みに。誰が？お前らも飲まないって。なっ。やっぱりそうですよね。ちょっとじゃあ、あの、助手席に流します。すいません、京本大河です。飲みに行きたいです。すいません、お久しぶりです。はい、ありがとうございます。ちょっと今度ストーンズの YouTube も一緒に撮れたら嬉しいです。全然全然、ありがとうございます。全然いいんだよ。本当に出てくれるの？出てもらう。僕たち結構ゲームやったりとかしたりするんで、なんか面白いの一緒に。なんでキューバサニオコとか呼ぼうとしてる？ご飯とかでいいよ。今日ぜひやらせてください、一緒に。ありがとうございます。次、慎太郎に変わります。あ、だ、すいません、マドさん、ありがとうございました。なんか号泣してたらしいじゃん。いや、はい、すいません、あの、なんかネットニュースになってたけど、なんかそういう、めっちゃ知ってるね。なんかそういうなんかやり方で売ろうとしてる。違いますよね。違いますよ。すいません、マドさん、朝から。とんでもない。ありがとうございます。はい、よー。すいません、じゃあ失礼します。はい、失礼します。失礼します。失礼します。してる、松井って結構時事ネタ、俺らのネットニュースが結構見てんの。へー。てか今日も、松井のことさ、キューバ挿入ごっことかに誘うのやめてくれる？マジでやってみたくない？絶対楽しくない？絶対逃げようぜ。松井とキューバ挿入ごっこやりたい。それやろうよ、いろんなゲストやってさ。ゲスト呼んで毎回やりたいよね。誰が強いか。ちょっと電話してってみよう。いいよ。この時間だぜ、大丈夫。メールしてさ、帰ってきたらみたいな。で、全員にさ、キューマス鬼ごっこの交渉依頼してみるんだよ。あと100キロ11、10みたいな。ちょうど起き始めるぐらいだよ。ちょっと、ポークラクに電話してみよう。何起きたって？ポークラク？何してます今？大倉くん、今 YouTube 撮ってるんで、大倉くん出ますね。え、マジ？はい、嬉しい？何の YouTube？ SixTONES のやつです。嬉しい？まあまあ、でも今日俺 YouTube があんねんて。え、な、ゲームチャンネル？そう。まあでも、大倉くんのファンは喜ぶんじゃないですか。そうかな。あ、でも、そうか、1人で。いや、6人でいます。でも大倉くん、そうか、あんまファンいないか。今度ストーンズのチャンネルで9マス鬼ごっこっていうのやるんですけど、出ないですか？9マスだけで鬼ごっこやるんですけど。いや、マジで面白いんで来てください。マジ？はい、マジで来てください。じゃあ9マス鬼ごっこ来てくださいね。マジ？はい、じゃあ大倉くんが空いてる日に合わせるんで、9マス鬼ごっこ来てくださいね。あ、分かった分かった。大倉くん、これ大倉くん YouTube 出ます。やったー。あの、もうこの声は出演しますよ。あー、声はね、わかりました。じゃあ、大倉くん、じゃあ、キューマスの横待ってますね。はいはい。おやすみ。おやすみじゃねー。え、大倉くん、キューマスの横出るって。よかったー。いや、松井と大倉くん。いや、ベンチやばすぎだろ。で、あと4人、ね、ゲストなんで、6人でいきなり急遽、俺たち。
このつもり今から9マス鬼ごっこやらなきゃもらいます。あと次誰に出てもらう？9マス鬼ごっこ若手側も欲しいよ。あ、若手ね、若いやつね。お疲れ。誰？今起きたの？今起きました。ごめん。あ、いや、先生、ありがとうございます。今 YouTube 回しててさ、あ、本当ですか？ストーンズで今、そう。はい。で、俺たちのゲーム企画で9マス鬼ごっこってやつがあるんだけど、はい、今度、ぜひどう？あ、ぜひぜひぜひチャレンジを。チャレンジお願いしたい。チャレンジをさせて。うん。結構ハードだけど、いい？体ボロボロになるけど、体ボロボロになるけど絶対いい取れ高は取るから。そうですか。うん、かっこいい。じゃあおやすみね。あ、おやすみなさい。はーい。よし、3人目 OK。 あ、3人目揃った。え、いつからこの招集会になったの今？キューバスの日本語キャスティングした。はい、はいはい。え、あのさ、今ストーンズの YouTube 回してんだけどさ、カイ、これ声出ちゃうんだけど、いい？あのさ、ストーンズのさ、YouTube でさ、9マス鬼ごっこっていうのがあるんだけど、うん、それ、今度出てくれない？いついつ？まあ、ちょっとまだ日付は決めてないんだけど、テコンドーでもいいけど。ああ、全然大丈夫。全然テコンドーでもいいしね、テコンドーでもいいし。快適にはいいかなと思って。え、俺全然出たい。そう、今、あの、松兄と大倉くんと、あと、こじけんが出ることになったんだけど。あの、そう、会は来れるかなと思って。すごいメンバーだね。うん、会来れそう、個人的には。え、俺は行けそうだよ。あー、申し訳ない、じゃあありがとね。うん、じゃあまた連絡するわ、キューマス鬼ごっこ。はい、はい、じゃあね、会。バイバイ。4人目次第が目指してる。今日出た？出なかった。今ライブだよ、兄貴。今何します？今家だよ。え、あの、今ストーンズの YouTube 撮ってて、うん、ちょ、これ兄貴の声入っちゃうんですけど大丈夫ですか？もう入ってる。あ、もう入ってます。なんでもう使いますね。うん、はい。え、ちょっとストーンズの YouTube で、うん、キューマス鬼ごっこっていうのがあるんですよ。はいはいはい。それちょっと今度有岡くん出れないですか？今、あの、一応松兄と大倉くんと A グループの小島とキンプリの高橋海人が出るんですけど。はい、有岡くん出れないですか？出るよ。じゃあちょっとスケジュールだけ連絡しますね、有岡くん。あ、お願いします。じゃあちゃんとオファーするんで。じゃあ今日ゲームチャンネルですよね？違うんだ、毎日やってないんですね。あ、まあ、ゲームチャンネル毎日撮ってるわけじゃないんだ、有岡くん。じゃあ有岡くん、じゃあまたオファーしますね。じゃあ失礼します。有岡くんも行ける。有岡くんも出る。もしもーし。もしもーし。ストーンズの YouTube で9マス鬼ごっこってやつがあるんだけど、出てみたい。開催する日言うね。じゃあ大会当日でも練習からでも、そう、練習からでも大会でも大会後の飲み会でも全然。あ、飲み会は行くわ。オッケー、じゃあね。はい、はーい。誰？俺のいとこ。えな、使っていいのね？使って大丈夫。大丈夫なんだ。すごいね、豪華だね。松に大倉くん、おじけん、高橋海と有岡くん、あと、いとこ。いとこ一番強い。すごいね。あと、何チームか組んでさ、トーナメントしたい。確かに。マジでさ、今電話した人、本当に呼びたくない？呼びたい。本気出してなんとかスケジュール調整できないから。サンシャイン。曲名言ってさ、懐かしい曲歌えるかやる？そのさっき今日も言ってたじゃん。カラオケできないのかなって。それアカペラでやればいいんじゃないの？ミュージフルライフってみんなどんぐらい歌える？一回やるよ。一回やってみようか。君の愛が
確かめるように何度も傷つき何度も笑って全てに意味があったからつまずいてもラッラララララララほらその目を開けてよ君とずっとビリフォーライ守りたいビリフォーライこの世界でまるで目が悲しみすぐお金に沿って浮かべないあるんだ I love you 親愛だ君と always 共に行こう Love you, love you, love you 繋いでどこまでもどこまでも繋いで未来へ急げタイガーロングトーンがあったよねだからフォーラム以来やってないんだあの次のアポをさそろそろ高速降りたいって話よえいやだよだ一回高速降りて止めて高速降りて止まってないと放置電話できないからなんで俺が電話すんだよその時今日ジェシーのイアン旅行だからイアン高速な笑っちゃってんじゃんそろそろアポ取ろうよ高速降りないストロベリーのがいいよストロベリーのがいいアポじゃねえよくわかったねアポアポまあいっかもどうでもいいや足いらねお前何寝ようとしてんの今日氷っていう T シャツ着てんじゃんねえねえジュルが寝ようとしてるおいお前らってほんと愉快だなこれイカフォーだよねオッケー3150もすんの最高イエーさあ皆さんさあ皆さん高速を降りましたよしゴールゴールなんかみんな行きたいとこあったら言って勝手に入っちゃうぜなんか食べたいなバレたすげえな意外に100キロちょい運転してきたんだろ俺たちが盛り上げたからねおかげさまで楽しく着きましたよえ牧場周りはグリーン牧場俺らなんかドライブの時なんか動物多いよ多いねあスカイランドパーク出てきたよ電話するHey Siri、スカイランドパークに電話してみて。わかりました。ゼロ九ゼロ。渋川スカイランドパーク。今大丈夫だよね。だからさ、みんなそうなってた。ここまで行ったら直談判だ。とりあえずスカイランドパーク作ってみるわ。行ってみよう。あ、待て。お、ウキウキ。おっと。ウキウキ。まだ入れるかもわからないどうする入っちゃう入って駐車場でアポ取りでしょ25周年おめでとうえ、25周年なんかでもこの道いいねハワイみたいいいよあ、もういきなり観覧車出迎えるタイプだうわ、一番いいんじゃないここはいはい、シーズン君だはい、到着ありがとうイエーイラトーショーから完成コーチありがとう。コーチありがとう。一回さ、アポ、そうここで電話するんじゃないの？一回。あじゃあとつっちゃう。とつっていいのかな？電話の方がいい？電話の方がいいんじゃない？多分とつった受付の人じゃ分かんないでしょ。確かに。Hey daddy。Hey daddy。Daddy じゃねえんだ。電話するか？はい。すいません、あの一つお尋ねしたいんですけど、今。YouTube の撮影をしてまして園内の撮影の方ってしても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？ちなみに普通、はい、普通にあの、はい、ストーンズっていうグループで普通に、あ、大丈夫ですか？それ YouTube にアップしちゃっても大丈夫です。あ、大丈夫ですか？あ、今駐車場にいるんでチケット売り場とかに行った方がいいですか？そしたら僕たち。あ、わかりました。じゃあ今からチケット売り場の方にお伺いさせていただきます。はい、よろしくお願いします。失礼します。トレーサーの痛い痛い痛い、今日も痛い。おー、いやーすごい。ちょっとイエーイ。
宣言入ってちょっと待ってく年間パス、年間パス持ってるでしょ2人で一緒にやるおかしいよ、わらがみで